どうも。前回はですね、ここら辺まで読んだんですけど、彼は、これまでのところ、これまでっていう継続的ないい仕事をやるような状態にある。ソファー。ソファーは、副詞か。遠くにある。遠くになっている。その程度遠くになっている。で、遠くっていうのが、距離を表すのか、その空間的な距離を表すのか、時間的な距離を表すのかっていうのは、その曖昧さの中にあるわけですけど、普通に考えて、この being があることで、being っていうのは、その経験を表しますから、継続的なっていう、それは時間的な意味ということだから、これも時間的な距離、そうっていうのが、この being にかかっているとしたら、副詞だから形容詞かもしくは動詞か、名詞以外のものだったら修飾できるんで。となると、遠く、継続的、そのような遠い、長い期間。長く継続的にやってきたっていうことですね。おそらく。これまでのところって、グーグル先生言ってますけど、副詞だから、動詞か形容詞を修飾するんだよ。これまでのところって副詞じゃないよね。日本語で言ったら。副詞なのか。これまでのところ、でカンマを入れるみたいな感じか。従来とか今までとかこれまでって、これまでそうしてきた。副詞か。副詞ですね。これまで継続的にやったみたいな感じか。で、ここら辺まで読んで、ここもね、このレイトヤットっていうのがその副詞だから、この形容詞を修飾しているっていうことで、継続的な習慣、遅い、まだ遅い継続的な習慣ではない。まだは文全体にかかってる可能性がありますね。最低でもまだ遅れている継続的な習慣ではない。まだ遅れたことのある継続的な習慣ではないです。遅れたことのあるって形容詞を修飾できてるよね。遅れたことのある。大丈夫ですね。いやね、このレイトがね、この B 動詞を修飾する場合さ、遅れてない、遅れてない1週間、遅れてない継続的な1週間ではないみたいな。継続的な1週間ではない、継続的な1週間を否定しちゃうんですよ。でも、実際これは、おそらく、継続的に、ちゃんと時間通りに、毎週、時間通りにではないけど、毎週、その時間はランダムだけど、遅れたことはないっていうことを言いたいんだと思うんですよね。だから、その継続的な一週間であることは否定しちゃいけないんですよ。おそらく。そこら辺はその曖昧さなのかもしれないけど、少なくともこの後ろの、just a shame、単なる恥、それは、the random release time kill the thread every week、その、
まあ、ランダムな投稿時間は、毎週このスレを殺すみたいな、まあ、つまりいつ来るんだいつ来るんだって、そのまあ待ちきれないみたいなことを表してるんで、だからその要するにそのこの前の説でも言ってますけど、彼はこれまで継続的にやってきたっていうことは、そのビーンアウィーク、継続的にそのやってきたその1週間自体は否定してないんですよね、おそらく。その前後の文脈的に考えて、ただそのだからその遅れたことが、これまで継続的に遅れたことがないっていう、継続的に遅れたことがない継続的な、仮にこれ、このノットを無視した場合、ここだけで考えた場合ですね、このレイトがビーンを就職すれば、その遅れ、継続的に遅れる1週間っていう意味ですよね。でも そこにノットをつけることで、その継続的、継続的には遅れていない1週間ってことになるんです。だとしたらこの最低でも、その今まで遅れたことはまだない、どのポイントでもみたいな意味で意味が通るんですけど、このレイトが B を就職している場合は、それは遅れてない、遅れてない継続的な1週間ではありませんってなると、なんか意味わかんなくないですか。最低でもそれは、まだどのポイントでも遅れてない継続的な1週間ではありません。遅れている継続的な1週間ではありません。あ、どうなのかな、レイト、このノットがレイトとビーン両方を就職している、それは遅れている継続的な1週間ではありません。あ、大丈夫なのかこれ、遅れている継続的な1週間ではない、継続的な1週間が遅れるように、遅れるような状態でなっている、なっていない、だから大丈夫かこれ、これ大丈夫なんすね。ああ大丈夫なのか、なるほど、深いですね。はい、ちょっと補足でした。前ちょっとなんか途中で切れちゃったんで、はい、以上です。